モンティチェロの邸宅正面敷地内の菜園の一部ジェファーソンが魚を飼っていた池モンティチェロはアメリカ合衆国バージニア州シャーロッツビルに位置しアメリカ独立宣言の起草委員及びアメリカ合衆国第三大大統領を務めたトーマスジェファーソンの邸宅と歴史的なプランテーションがあった場所であるモンティセロ、モンティチェロとも表記される。邸宅は主に ジェファーソン独自のデザインによるものであり、1769年に建設が始まり、その後再設計、増築を経て1809年に完成した。リバナ峡谷の南、サウスウェスト山脈の中で高さ850フィートの峰の頂上に建てられている。モンティーチェロはイタリア語で小さな山を意味する。 1938年から2003年まで発行されたアメリカ合衆国5セントと効果の理面には、モンティーチェロの西側全景が描かれており、さらに1928年から1966年までに印刷されたアメリカ合衆国2ドル社兵の理面にも、このモンティーチェロの絵が描かれている。モンティチェロは1987年、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に、 登録された。モンティチェロ、1825年。モンティチェロの建設が始まったのは1768年のことで、1770年にジェファーソンは離れ屋であるサウスパビリオンに移住した。建物のデザインの原型は、パラリオ式建築の伝統的様式に基づいたものであった。1784年に、ジェファーソンがヨーロッパへ、 長期外交のためモンティチェロを離れた際、中老式玄関と装飾的な、その室内木工技術を除き、邸宅の初期のデザインは大部分が完成していた。しかしジェファーソンは帰宅後、モンティチェロをパラディオ式建築と海外で見て、自身が敬服した遺跡とが合体した特徴を持ち合わせた邸宅になるよう想像を膨らませた。そして1796年に、 新たなデザイン案を元にしたさらなる工事が開始され、ドーム部の完成とともに1809年、モンティチェロの建設は、おおむねの竣工へと至った。1826年7月4日に、ジェファーソンが制去した後、遺産となったモンティチェロは、彼の長女であったマーサ・ワシントン・ジェファーソンへと相続された。しかし1831年には、財政難からマーサは、モンティチェロを、 地元の薬剤師であったジェームス・ティー・バークレイへ売却することとなった。その後バークレイは1834年、全生涯をアメリカ海軍将校として仕えた最初のユダヤ系アメリカ人であるユライア・ピー・リービへとモンティチェロを売却した。リービはジェファーソンを非常に尊敬していた人物である。南北戦争中、モンティチェロはアメリカ連合国政府により差し押さえられて売却されたが、 戦争後ユライア・リービの遺族がこれを違法として訴訟を起こした。リービの相続人による訴訟は、ユライア・リービのおいで、ニューヨーク在住の弁護士、不動産業者、株投資家で、議会議員でもあったジェファーソン・モンロー・リービが、他の相続人たちの権利を買い上げ財産を管理、できるよう定められた1879年に和解した。その後ジェファーソン・リービは、叔父のユラア同様、 訴訟がニューヨークとバージニアで進行している間に、ひどく状態の悪化したモンティチェロを修復、修繕し、保護に努めた。1923年、民営で非営利組織であったトーマス・ジェファーソン財団が、ジェファーソン・リービから、モンティチェロを買収した。今日において、モンティチェロは、博物館及び、教育機関として管理されている。来訪者は、 地下貯蔵庫の各部屋と1階を見学することができるが、2階と3階については一般に公開されていない。モンティチェロは世界遺産に選定されたアメリカ合衆国で唯一の詩人の住居である。また、1989年から1992年にかけ、アメリカ国立公園局歴史的建造物調査の建築家の一団がモンティチェロを正確に測量した。 生図の集積を入念に作り上げた。これら生図は現在、アメリカ議会図書館にて保管されている。この世界遺産登録には、モンティーチェロと共に、ジェファーソンによるバージニア大学も含まれている。ジェファーソンが他にデザインしたものには、バージニア州、リンチバーグ近郊のポプラフォレストと呼ばれる邸宅のほか、リッチモンドにあるバージニア州議会議事堂がある。 1953年発行のアメリカ合衆国ニドル、紙幣裏側に描かれているモンティチェロ。モンティチェロの内部装飾の多くはジェファーソン自身の考えや理想が反映されたものである。メインエントランスは東側全面に位置するポルティコへと通り抜ける。このポルティコの天井部は風向系とつながるメモリー板があり、風の方向を示している。 外部東向きの壁に面している大きな時計にはジェファーソンが子外の妊婦にとって十分的確であると考えたため単身しか取り付けられていない。エントランスホールにありジェファーソンがデザインしたグレートクロックが時刻を表す時計である。このホールにはルイス・クラーク探検隊がその著名な探検の中で集めた記録の数々も収容している。また、ここにある 床式物はジェファーソンが室内にいても自身がまるで外にいるかのような感覚を求めたため草色で描かれている。建物の南翼部分にはジェファーソンの私的な個室がある。図書室には多くの書物が保管されている上、この場所はジェファーソンの3番目の図書の集積でもある。彼の最初の図書館は火事で消失、書物を移動するため議会へと寄付した2番目となる。 図書館はイギリス人によって焼却された。この2番目の図書館はアメリカ議会図書館の中心部をなしていた。また、著名で暮らしぶりより大きいように見えるモンティチェロだが、家屋自体は実際には他の典型的な大邸宅よりも小さい。ジェファーソンは多くの家具が空間の無駄になると考慮し、ダイニングの食卓は食事の時間のみ組み立て、 壁の一部を切り開いて収納スペースも兼ねた小部屋にベッドを建てるようにした。ジェファーソンのベッドは保管庫側と寝室の二つの側から開くようになっている。西側正面は非常に上品で均衡の取れたビラの印象を与える。北翼部分には暖炉と合体した移動式配前台やキャスターと棚が取り付けられているテーブル、棚のついた回転するドアがあるダイニングと二つの 来客用寝室が含まれている。ジェファーソンの菜園、ジェファーソンの墓邸宅中心部は北側と南側へ離れた小さな別当で拡大されていた。南側付近には搾乳場、洗濯場、倉庫、釘工場、建具場など機能的な建物群とともにマルベリーローとして知られる奴隷用の住居が置かれていた。現在では石職工の別当、 高い建具状の煙突、そして他の建造物の土台が残存している。長らく、マルベリーローの一室には、ジェファーソンの妻の死後に愛人となったドレーサリー、ヘミングスも住んでいたが、後に彼女は、中央棟の開花にあった部屋へと移動した。マルベリーローの下の坂に、ジェファーソンは広大な菜園を保持していた。モンティーチェロの家屋は、20平方キロメートルある農園の中心にあり、 150人余りの奴隷が使えていた。2004年、関在人はジェファーソンがモンタルトと呼び、シャーロッツビルの住民にはマウンテントップファームとして知られていたモンティーチェロを見渡す唯一の辞書である高い山岳を俗にマクマンションと呼ばれる大型家屋の開発から守るために1 5 0 0万ドルを費やして購入した。この地域はかつて ジェファーソンの所有地であり、20世紀には農場家屋を改装し分割したアパートがバージニア大学の多くの学生に提供され、ジョージアレンもかつてここに住んでいた。かねてからモンティーチェロの職員は住宅地がこの山の景観を損なっていると考えていたため土地が売りに出されれば購入することを強く希望していた。山頂のアパートに住む住民の多くは 関在人が土地を購入したことを喜ばしく思ったが、新たにアパートの所有者となったモンティチェロ側が契約期間中に引っ越しをしなければならなくなった場合にも契約通りの家賃の完全払いを強制することについては失望した。ある住人はモンティチェロがもう少し規則を緩めてくれればいいのにと思います。私たちは警官を守るとバッチリを受けているのです。と述べている。 現在、モンティチェロはこの山頂の入場料として、大人13ドル、子供7ドルを貸しており、5月から10月までの入場を許可している。その他の期間中この山頂は封鎖され、警備員により警備が行われている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。モンティチェロの西側正面から180度、オフモンタルト、 It's all down h i l l from here.2008 年5月16日閲覧。ジェファーソンズ S モンテセロゲッティングチケッツ。2008年5月16日閲覧。以下は翻訳元の英語版からの参考リンク、出典項目である。ありがとうございます。